航空機の事故率は他の乗り物に比べて極めて低いが、ひとたび事故が起こると死亡したり怪我をする可能性はすこぶる高い。しかし1982年2月9日羽田沖で起こった墜落事故はたくさんの人たちが軽傷で救出された。着陸の時に急降下しまして、それからはもうすごい衝撃がありまして、それからはちょっと分かりません。はい、お客様が全然見えないんです。ですから、もう操縦室の方に入りまして、それと救助を待ってた状態です。全然放送も使えない状態でしたから、メガホンも使えませんでしたから、急に学校の土地でですね、もうすぐ壊滅するようになったんですよ。こんなところでこう高度が落ちるのはおかしいなと思ったけどですね、もうその時はもうガチャンと落ちて、